皆さんこんにちは。はい、響の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお届けしていく響スタイル、今日の担当は相葉愛菜です。はい、ちょっとね、私最近ライブとか、最近というか、まあ、ライブとかあるとちょっと喉をね痛めるの怖いので禁酒をするんですよ。自分の好きなこうお酒をねやめるというか、もう飲まないっていうこの期間を作るんですけど、やっぱねそれは私だけなのでみんな飲むんですよ。ミコロンとかさ飲むのよ、もうほんとさ飲むの、飲むのよ。私の目の前で日本酒を、私飲めないのにもう飲むからさ、すごい羨ましい目でいつも見てたんですけども、ちょっとねここ最近で、ね、禁酒を解禁したのでライブも無事に終わりまして、はい、お越しいただきました皆さんありがとうございました。そういう近況報告いやいやいや全然可愛らしくさがないんですけども、はい、そんな感じで今日はお届けしたいと思います。さて今日はですね、事務所の横のつながりを強くしようということで勝手にタコ紹介とというのをやっていきたいと思います。まずはダン、じゃじゃん、尾崎ゆかちゃん。ずっと言ってるけど、でもまあ笑ってくれるけど、やっぱ笑、うん、バカにしてくるからなけど一緒に行ってとても楽しいんで、もうね癒しです、癒し。もうほんとこんなピュアな子いないんじゃないかなって思います。はい、では次、じゃん、森島修太さん。いいやね、森氏さんは私のヴァンガードの師匠です。え、なんて言ったらいいんだろう、すごい静かなんですけど、静かだから優しいのかなって思ったらすっごいド S です。はい、もうね一緒にファイトしたらド S がすごい垣間見えるので時々怖いです。はい次行きます。はい、こちらあいみさん。いやね、かわいいいやみんなわかってると思うんですけど、皆さんわかってると思うんですけど、いややっぱねたまんないすわいや私も横にいてドキドキしちゃうもん、もうキュンです、キュンキュンってなって、もうキュン死にしました。いやすごいなこれ。たーん、伊藤彩紗ちゃん。めっちゃしっかりしてる。え、何歳みたいな、20歳って言ってたけどめっちゃしっかりしてるし、なんかすごいね、やっぱね20歳だからすっごい好奇心旺盛なんだなと思っていろんなことに興味津々で、いやもうね彩紗ちゃんも可愛い、まあ、結果みんな可愛いっていうのにはなっちゃうんだけど、めっちゃ可愛い。じゃん、佐々木みこいさん。みころんはまあ一緒にいる時間が長いんで、なんて言ったらいいかわかんないですけど、私が禁酒してる時にめっちゃ美味しそうにね日本酒を飲むから、めっちゃ羨ましそうな顔をしてる時ね、見せてくんのこうやって、って言って、それが許せません、それがみころん。あー、次はじゃん、三森すずこさん。みもさんねめっちゃ優しいんですよ、もう本当に舞台終わった後とかも、こう響きってこうボックスがあるんですけど、そこにお疲れ様って言ってね、こうなんて言うんですか、こう物をねこうやってすってお手紙と一緒に置いてくれてたりとか、なんかすごい憧れるというか、こういう先輩にならなきゃなってすごい思いますね。次、じゃーん、徳井そらさん。こう一緒にね写真を撮らせていただいたりとかすると、もうあいあいと撮れないから嬉しいって言ってくれるんですよ、もうその言葉に嬉しいみたいないやーね、徳井さんすごいいつも笑顔で、ほんとね、なんだろう、挨拶すると元気もらえるですよ徳井さん。もうね本当に本当にキラキラしてる、もういい
なって思います。あともやっぱ絵がすごい、絵もすごいし、麻雀も打てるっていうね、何ですかそれはみたいないやだからね、ちょっと麻雀って聞くとね、おってちょっと徳井さんが打ってる姿を生で見てみたいなってすっごい思います。そしてね、絵のね、絵もいつかなんかちょっと似顔絵描いてほしいななんて思っちゃったりしてはい、ということでそれが徳井さんです。はい、次は西本りみちゃん。なんて言ったらいいの、言葉にできないこう妹みたいな感じの可愛さ、めっちゃね、それが超絶可愛い。次、あ、ラスト、ラストですよ。じゃーん、きった泉さん。なんだろう、私めっちゃきったさんのあれ教えてもらってる、なんか北さんの家行ってこれいいですねとか言ってたら、あ、これはねどこどこで買ったのみたいな、あ、私も買いますみたいな。いやもうね、北さんだって料理もできるし、もう家も綺麗だしね、もう猫ちゃんとワンちゃんにも囲まれてさ、もう超羨ましい本当に。北さんもね、いつもラジオに行ってもね、こうめっちゃ褒めるんですけど、いやマジで、もうマジで私がこんなこと言うのあれだけど、マジいい女。はい、ということで今日はここまで。動画は毎日誰かが更新しますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録してくださいね。毎日更新するのでチェックしてください。はい、では今日の担当は相葉愛菜でした。バイバーイ。